皆さんこんにちは、スイローです。今回は Zoom Info 2022年度セカンドクォーター計算について紹介していきます。この動画では Zoom Info 2022年度セカンドクォーター決算概要、今後の展望、スイローの所感について紹介していきます。先に自己紹介をいたします。スイローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メス会員です。メス会プライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。Zoom Info 2022年度セカンドクォーター決算概要を紹介します。EPS、売上高、ガイダンス、すべてアナリスト予想よりも上。売上高前年同期プラス 53.5% でした。決算法則を続けていきます。年間10万ドル以上の顧客数は1763社で、前年は1623社。調整後営業利益は 106.9 ミリオンで全体収益の 40%。営業キャッシュローは 211.2 ミリオンで、前年同期は 181.6 ミリオン。フリーキャッシュローは 108.3 ミリオンで、前年同期は 91.8 ミリオンでした。カンファレンスコールを紹介します。ファーストクォーターと比較して販売サイクルは長くなり、今後不況になった場合はさらに販売サイクルが長くなる可能性があります。現状、販売サイクルの延長があっても、ガイダンスが達成できる見通しです。現在の連絡先データは2億2000万件以上。ISO27701 認証を取得しました。残存履行義務 RPO は985ミリオンで、うち12ヶ月以内に764ミリオンが支払われます。Zoom Info の売上高及び粗利の推移を確認していきます。クォーター2クォーターの成長率はプラスの 10.5%、YOY の成長率はプラスの 54% です。クォーター2クォーターの成長率は戻っていますが、YOY の成長率はやや鈍化しています。ガイダンス及び来期の結果で確認する必要があります。次に、Zoom Info の売上高及びガイダンスの推移を確認します。ガイダンス傾向は上振れする傾向にあります。来期ガイダンスは、クォーター2クォーターの成長率はプラスの 4.08%、YOY 成長率ガイダンスはプラスの 40.7% です。ガイダンス傾向を加味すると、YOY プラス 46% 程度です。気になる点は、ガイダンス傾向がほんの少しずつ落ちている点です。来期も確認が必要です。年初ラインチャートも確認します。地合いの影響を大きく受けながら上下しています。バリエーションを比較します。Zoom Info のバリエーションは PSR 14.4 倍、成長率はプラスの 54% でした。現在、セクター全体、金利変動の影響を受けているので適切は見えていません。落ち着き次第、再度購入検討したいと思います。結論です。Zoom Info の決算は良い内容でした。ガイダンスが情報修正されるなど強い内容でしたが、気になる点が前期より増えています。来期以降払拭されるか確認していきたいです。 IPO 以来9連続で高決算を継続しています。高決算で高い成長率が続く限り観察していきたい銘柄です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スチールでした。また見てください。